四面楚歌月の八日ごとに一が立つそのため岐阜の城下は馬や人や物資であふれかえるまだ信長が城主とならない以前の斉藤氏時代からの習わしであった紙漆皮革地金織物その他古着食料など一切のものがかなり大規模に交易される国々から 雑多な人間が入り込むので治安や国防上には弊害も目に余るほどあるが織田家にとっても経済上この循環を禁絶するわけにも行かなかった「アホどこ見て歩く前を見て歩け」夕方に迫った市の雑踏の中で暴露の気の荒い声がした小馬と目馬を引いて人混みの真ん中を通ってきたので往来の人たちは 位置の両側へ避けたが頭巾の上に塗り傘をかぶって目元ばかり出して歩いてきた武家はよけることを知らなかった「ほっ!」よろめいた時幕老の手綱はその武家の肩を撃ったようであっただが「はっ!」と言ったのはよろめいた武家の声ではなくもっと離れたところから別な人間の口をついて出たものである。連れののもと見えすぐ お怪我はありませんか駆け寄ってきて脱ぎ捨てられた片方の草履を探してその人の足元へ置いた従者らしいがほとんど同じような身ごしらえをしている傘表隠しまでが同じだった乱暴なやつ引っとらえて奉行へ渡してくれましょうか武家にさえあの手一般の者にはどんなか思いやられる。 もう人混みの遠くに馬の背しか見えないのを振り向いて連れの武家が怒りを漏らすと「やめよやめよ」。お声に言って一人はもう先へ行く従者は再びまた何かあってはと案じるように今度はすぐその人の背について目を配って行く。道を出外れると人もまばらに空き地があってその先は地銀らしい醤油臭い煮売や 酒のにおいの上に柚月が仰がれた「奥たびれでございましょう」「いや面白かった」「たそがれました」早「はやお帰り遊ばしては」「うんうん」「見回していたがあれは何か」と急にまた足を向け出したそして空き地の一隅に黒黒固まっている大勢の後ろにたたずんだ見ると一人の奉子が石の上に立った 何か群衆に演説している他に三人の旅僧がいてこれは三方に別れたち睨むように周りの人垣を見張っていた演者の方仕は熱弁を振るって群衆に言う「物が高くなるばかり法令はひどくやかましい働き手は戦いのたびに軍覆に駆り出される食えないやりきれないこれがお前方の本当な姿だろう」。 ももっとだ。この位置にしたところで斎藤道三様や辰沖様の時代にはこんなものではなかったもっと繁盛だったおしろいの女も出るし歌い目も歩くし夜明けまで酔っ払いの声がしたそれが今ではみんなごはっとないまで酔い限りでぴたりと軌道を締めてしまう奉仕は唇をなめ上げて聴衆の上を寝めまわしている 巧みに領民の弱点を突いて織田家の姿勢を安にそしろうとする口裏がうかがえる過去の何もかも豊満に任せていた斎藤家時代の乱熟だけをたたえてそれがゆえにその斎藤家は三族までも滅び城下の民も共に愛敵の信仰と陛下の苦しみをあのごとく受けて今もなおその総意が 言とは強いて湾曲して言わないのであった「殿殿」殿勝家はそっと信長のたもとを引いた耳へ口を寄せて「一行そうですぞ敵の回し者に違いありません」辺りの群衆に悟られぬよう目を配りながらささやいた「うんうん」うん、信長はうなずくその間も 人輪の肩越しに瞳は演説している法師の姿へ居向けていたさっき一の雑踏の中で暴老に怒鳴られたのは信長だった従者は柴田勝家であるもちろん尾行でその偽装にも細心なきを配っている領民が踊り遊ぶ日は自分も領民の中へ出て踊る信長だった少年期からの疎痕に見ても ここういういとはさして意表に出た行動とは家臣たたちも思わないただ自説柄危険だけが案じられるで勝家として重大な任を負っているわけだった信長はまた少しもそんな点は意に介していないらしいここしばらく軍旅のこともないので彼はもっぱら内政と外交に心を入れていたことに戦えばいつも岐阜を出るので 地下の民心の遺憾は彼自身の健康ほど常々最新に心を使っていた「断っておくがわしはこの通り草門のみわしの瞳は三田の瞳だあの国とこの国西と東東と南諸々方々で戦っているらしいが仏社には敵味方はないただ気の毒なお前方に慈悲の手を垂れよと」と 御田如来の王政を受けているまでだ法師はしゃべり抜いているさすが敵地に入って妊娠をかき乱そうとするほどのものだけあって不敵な面魂と雄弁を持っているともすれば聞き入っている民衆はその奇弁を本当のものと見せられかけているふうだったこの文で行くと今年も合戦来年も合戦未来無限 戦ははむまい、わしは予言する。この夏ごろは愛薬病が流行る秋は飢饉となろうさあお前方どうして行ける背中合わせに演者の三方に分かれて人中を見張っている同行の僧は縁者の奉仕が事故の便によって次第に露骨な先導を放ってきたので時折後ろを振り向き どうか皆の衆にありがたいお札をあげてください。疫病よけのお守りをここに寄った仏縁の方々にお分けしてあげてください。と頭痛をあげて催促した。では今お札を分けてあげるが静かに割れがちにならないで順に待っておいでるがいい。縁者の法師がそう言って石を降りると他の三名がこれを 矢の内に張って長席一向に念仏すれば疫病は免れる。そして七月か八月ごろ自然のお札焼きが始まるからその時は疫病焼きのお手伝いにお前方も集まってこい。風の強い夜岐阜の書所から火の手が上がる。それがお知らせじゃ疫病焼きが済んでの後は斎藤家時代よりは もっと安楽なご政治がかれよう。「お守りと称する小さい紙切れを群衆の一人一人に渡すたび、しつこく言って聞かせるのだったたちまち雪のまかれたように大勢の手に一枚一枚打ち去られてゆくわしにも」。奪い合う肩と肩の間から勝家も手を突き出した他の僧と一緒に ふだくばりをやりだした雄弁法師が何げなくその手も一枚つかませると勝家の手はとっさに彼の腕首をとらえて「マイス!」ずるずると人混みの中から引きずり出し勢いを与えておいて嫌というほど大地にたたきつけた「あ今の坊さんがつかまった回し物だ」驚いた群衆はこけまろんで逃げ散りながらおのおのの手にもらったものを マフのようにおぞけをふるっって,ててて捨しまった。演説していた主会者らしい僧は勝家の手にくくり上げられいち早く逃げた他の3名もそこここで捕まった「やっあのお武家は!と」と位置に騒いでいた庶民が信長の姿を信長と知ったのは勝家が捕らえた奉仕を町中の寺院の門前まで引っ立てていったからであった。 そこには牙の家臣七八名に青多くの家臣家来がひそやかに信長の帰りを待ち設けていた万一のため市の付近にあちこち立っていたおび人たちも集まるとかなりな人数になり縄目の奉仕四人を列の知り合に連れてやがて稲葉山の城門へ隠れていった一時ほどのち信長は 湯殿から上がって爽やかな顔を岐阜城の一室に見せていた「蘭丸公外を貸せ」濡れ髪のほつれへ手をやりながら言うと胡椒の蘭丸は後ろへすり寄って「おなでいたしましょうか」<laughs> つむりを任せ信長はやや蒸気した表を食にあげていた自身が伝えたと見えて心をはかっていた勝家がそれへ とりりしべて参りました。と報告に来る。廃止を取ってそっと額の汗へあてがいながら信長は後ろへ「もうよい」と言ってすぐ「どうだった坊主どもの申し立てはなかなか実を吐きませんので手を焼きました」「さもあろうず」「自責はどこに属するものか」「一人は長島の長円寺」「やはりそうか」「二名は証拠りもない」 山のでありますもう一名は三好の残党で堆帯はしておりましたがそうではありません。より集まりかるいとるいだな。主界の超演じの坊主はさすがにいかにたたいても虎うそぶいて口を開かず三好の残党も泥を吐きませんので永山の二名を別にして拷問してみましたところすべてを白状をいたしました。そうか。<laughs> 面白いな。同じ坊主でもそう違うかこの初夏を期しかねて領民を惑わしておいて五条家の各所に火を放ち一機を先導しておいて北からは浅井朝倉の兵を呼び南からは長島の一向舟渡を休合し石山本願寺の門徒兵や永山やまた機内の三好その他の残党も集め 一挙に寄付をホームランという企みを巡らしておるとのことにございますなるほどこの信長を憎しとする敗者競争者旧兵の擁護者がみな自分らの末子を悟って臭い者同士団結してきたないずれも滅び去る者の様相には違いはございませんが軽視はできませんもとよりのこと坊主の自白によりますと なおこの一連の密明には公州の武田殿まで加わっておるやに思われますその武田家と京都の将軍の間に近頃茂区密使の交わされていること双方の腹の中など思い巡らせば後藤家は今や全く四面楚歌の中にあるかと考えられます寸国とてご油断はなりません信長は木年職を見つめていたが やや疲れたように、かついえ、また明日起きこう。奉子どもはごくに下げてしばらく生かしておけ、と言った。そしてランバルを連れて休足の前隠れた。